どうも、キックです。今回はですね、タワーハード80回、アルタミエル会の攻略をやっていきたいと思います。アルタミエル修正が来てから、初の高層階での出現ということで、苦戦してる人を多く見かけたということで、動画を撮っていきたいと思います。パーティーはこんな感じ。バレッタ、ベラデ、マーブ、シェノン、ブリアンですね。ステータスはこんな感じです。絶望集中。まあ、的中は45を意識してください。で、なるべく速度は速い方がいいですね。まあ、速度、体力。まあ、ここ叩ききってないですね。まあ、ちょいちょい錬磨されてますけど、まあ、全部叩ききってるところは、こことここしかないし、そんなにすごいルーンをつけてるっていうわけでもないんで、このぐらいのステータス頑張ってみましょう。ここで叩き切ったら16%上がるんで。まあ、もっと体力伸びるんですけど、まあ、これぐらいで十分です。バレッタ。で、ベラでは、これ0度前衛用なんで、結構ステータスが高いです。はい。で、マーブ。暴走集中ですね。暴走おすすめです。で、さっき説明し忘れましたけど、クリ率はなるべく下げてください。アルタミエルが反撃してきます。マーブもここ叩き切ってないですし、結構ヘボいルーンつけてるんですけど。なんかこれだけやばいルーンですけど、ちょっと後でこいつ剥ぎ取られるかもしれないな。まあこんな感じのステータスですね。マーブが最後に動くように速度調整したいところ。まあうちはブリアンが一番遅いんですけど、ちょっとめんどくさかったんで、これでいきます。ブリアンは、なぜか攻撃パワーをつけてるっていう。まあなんかここだけ4番だけルーンついてなくて、まあなんでもいいやと思ってつけたのがこれでした。で、クリ率はできるだけ下げてます。まあこんな感じ。で、シェノン、こいつだけ S の体力が7200しかないんで、ちょっといいルーンつけた方がいいかもしれないですね。そんなにいいルーンついてないですけど、叩き切ってはいます。これは多少いいかもしれない。ジムレンマちゃんとしてお下がりですね、どっかからの。で、ステータスはこんな感じ。早速やっていきたいと思います。で、まあ長くなるんで、雑談でもしながら道中はやっていきたいなと思います。オートは。僕今、サマラゾーの公式攻略サイトを、まあ担当してるんですけど、僕が今どういう存在なのかっていうのが 皆さんは分かってないと思うんですね。で、まあ隠すことでもないんで、話しますけど、その攻略サイトを、運営している会社、ゲーム攻略完全図鑑っていう会社なんですけども、そこに所属しています。なので、職業的には、まあ、なんだろう、ゲームライターになるのかな？という立場になりました。まあ、その経緯っていうのが、その会社の人が、サマラズ・オーが好きで、僕の動画を見てくれていてて、いてて、いててってなんだ。見てくれていて、ツイッターの DM で、ちょっと、お話、聞いてみませんかみたいな。で、僕、最初、なんだろう、記事のお手伝いするのかなと思って行ったんですけど、うちで働きませんかっていう勧誘で、悩んだ末に、転職することを決めました。っていうのが、サマナゾーの攻略サイトを担当することになった経緯です。ちょっとプレイングの話なんもしてないんですけど、とりあえず、動きそうな相手を止めながら持続で落としてってください。で、雑談に戻りましょうか。で、まあ、ゲームライターっていうのは、なんだろうな。
イメージしやすいのなんだろう。うちの会社はそうですね、イメージしやすいので言うと、なんだろう、ファミ通さんとか、そういった、まあ、一応攻略サイト運営会社なんですけど、まあ、ファミ通さんみたいのを想像してくれればいいのかな。まあ、職業としてはゲームの攻略情報をサイトに載せたり、そういった仕事になります。まあ、本当にただのサマナーズウォー好きが、サマナーズウォーが仕事になったっていうことでね、まあこれもやっぱり僕の動画を見てくれている視聴者の皆様のおかげでもありますんで、非常に感謝をしています。まあ、今回、まあ、ここで別、話そうと思ったのも、やっぱり、動画の視聴者さんに、いち早くってわけじゃないですけど、ちょっと時間経っちゃいましたけど、お伝えしたかったということで、今動画で喋っております。まあ、僕なんかは全然トークも上手くないですし、面白い動画になってないのにもかかわらず、多くの、温かい視聴者の皆様のおかげで、まあ、ここまでやってくることができました。とても感謝しております。本当に。で、僕、チャットとかそんなに得意じゃないんで、結構、塩対応に見られがちなんですけど、別にそんなこともなくて、質問されたら、全然答えますし、別に嫌がってるわけじゃないんで、むしろ質問に答えるのが仕事なんで、僕は今。どんどん質問して、どんどんこき使っていただけたらなと思います。まあ、僕の仕事はサマナーズウォーに尽くすこと。強いては、サマナーズウォーをプレイしている皆様に尽くすことだと思ってるんで、その精神を忘れずにこれからもやっていきたいと思います。なので、これからも皆様、応援よろしくお願いします。っていうのが今回話したかった内容です。で、2階層まで来ましたね。まあ、この辺はそんな難しくないですね。まあ、道中でそんな苦戦するとこじゃないんで、まあ、サクッとやっていけたらいいなと思います。まあ、適当に全体攻撃打ってスタンさせつつ、動きそうなのに乱気流であったりとか、挑発であったりとか、スタン狙ったりとかしていけばいいと思います。道中に関してはね、そんなに苦戦しないでしょう。まあ、ほとんど、マーブと、ベラデ以外は絶望ルーンつけてるんで、まあ、全体攻撃を主に道中は打っていきたい。そうだ、さっきの話に戻りますけど、僕はただゲームしか取り柄がなかったんですけども、こういった趣味が仕事になるっていうことがありますんで、やっぱり人生何があるかわかんないですよね。だからなんだろう。たかがゲームとか思わずに、まあ、好きなことはとことんやってれば、こういったことも稀にあるんで、ゲーム、好きなことは別に、悪いことじゃないですし、強くなれば、それがステータスになるんで、何が言いたいんだろう。 で、そうですね。こんなにゲームばっかして、どうするんだよって思ってる人も、こういった人もいるんだぜって言ってあげてください。ゲームしか取り柄がなくてもそれが仕事になった人もいるんだぜって言ってもらえばいいかなと思います。よくいるんですよね、たかがゲームとか言う人。
僕はたかがゲームが仕事になりましたからね。今はネット社会ですから、まあ、こういった仕事も多くなると思いますし、たかがゲームとか思わずにプレイしてほしいなと思います。サマラーズ王に関しては本当にいいゲームなんでね、僕はサマラーズ王も大好きですし、サマラーズ王をプレイしているプレイヤーも大好きです。はい、もっともっとサマラーズ王が広がっていけばいいなと思います。日本ではそんなに有名なゲームじゃないですけども、世界的に見るとセールスが世界3位とかなのかな、確か世界3位ぐらいです、サマラーズ王。だから日本よりも海外の方が盛んなゲームですね、このゲームは。今後サマラーズ王の魅力を皆様により伝えていけたらなと思っております。で、僕これまでそんなパソコン仕事してこなかったんで、前職が、まあ、小売業だったんですよ。で、まあ、品出ししたりとかレジ行ったりとかそういった仕事だったんで、前職がパソコンを全然使えなくて、日々の仕事非常に苦戦しております。今なので帰りが非常に遅いんで、動画配信がなかなかできません。ご了承ください。慣れてくれば徐々にできると思います。このアルって ちょっとゲームに戻りますけど、アルタミエルに防御デバフ入れるとアルタミエルの火力が下がるんで、防御デバフ入れ続けてください。でクリ率出るとめんどくさいです。クリ率出るとじゃない、クリティカル出ると。でここはフェニックス打つか打たないかはバレッタの耐久次第ですね。本当はシェロン先に動いた方がいいと思います。防御バフ張ってから、うちのバレッタそこそこ耐久あるんでフェニックス打ちます。まあ、スタンしてくれたらラッキーで、とりあえず防御バフ張ります。防御バフである程度安定します。でここはバレッタスタンしてるんで風の翼打っちゃいましょう。風の翼を状態回復用に使ってください。でまあ攻撃デバフ入ると威力が弱まります。でブリアンの蘇生もあるんで一体落ちても崩れません。でランキルは、アルタミエル今防御デバフと攻撃デバフ両方入ってるんで、そんなに火力ありません。サルとかのデバフ下げつつスタン狙う。今スタンラッキーですね。で、こうなるともう減速っていいですね。でよく反撃してくるやつはうざいんでスタン入れたいところで、マーブはとりあえず挑発入れたいな。どこに打とうかな。サルの防御デバフ嫌なんでサルに入れましょうかね。サル挑発します。で、ブリアンはまあ、スタン狙いでいいと思います。絶望なんで。で、ベラでは、防御デバフを入れ続けると。で、シェノンはとりあえず、スタン狙い。あ、シェノンがスタンしたよ。マーブもスタン狙いでいきましょう。スタンしねえな。で、バレッタなんですけど、猿殴るとクリ出やすいんで、猿殴んない方がいいと思います。おー、ギリギリ。で、ベラではとりあえず防御では振り続ける。入んないけど。で、一番右かな。ゲージあるんで。めっちゃスタンするな。スタンはこれ解除。次動くのは右ですね。ここに挑発入れます。ここ、一回フェニックスって死んで蘇生でいいかな。それでいきますか。一回フェニックスって死んで蘇生します。こう。スタンを取りに行く。
スタンしないな。防御バフあるとあんまりダメージ入んないですね。減速打ちます。防御デバフ。これでアルタの火力がちょい下がる。あ、落ちた。全体打っていきましょう。なかなかの火力。風の翼。まあ、ベラでは、まあ、アルタ殴っとけばいいかな。ああ、阻害入れときゃよかったな。ミスりましたね、あれ。お、スタンラッキー。まだ回復猶予ありますんで、ここかな。挑発、挑発。で、挑発、マーブ回復にもつながるんで、毎回打っとくといいです。ここは打っていいかな、フェニックス。お、スタンラッキーですね。よし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 、いいぞ。ちゃんとスタンが決まり出すと安定していきます。で、風の翼で、蘇生までのクールタイムを短くしていきます。乱気流を猿に打ちましょう。挑発、抵抗された。スタン。しない。蘇生していきましょう。シェノン復活ですね。これで防御バフ貼れるようになりました。結構威力ある。風の翼。で、防御バフ貼りたかったな。一番ゲージ高い風猿をスタンラッキー。回復して、ここは打っていいかな。全体打って大丈夫な場面かな。いいっすね。打ちます。これで、左から2番目の風猿はもう落ちるかな。微妙なところ、抵抗しなかった。抵抗された。ああ、抵抗された。防御バフ貼っていきましょう。猿、落ちるか微妙な体力してますね。一応言っとくか。あ、落ちた。ここは、アルタのゲージ下げようかな。落ちていった。あともうちょっとですね。あ、2体落ちちゃったな。まあ、次のターン、蘇生があるんで、なんとかなると。やっぱブリアンありきの立ち回りになっちゃうな。蘇生ないとちょっと安定しないかもしれないですね。挑発入れていきましょうかね。蘇生、バレッタの方がいいかな。持続欲しいんでバレッタにします。で、アルタの火力下げると。回復がもう溜まってるんで、アルタ回復してきます。で、多分弱ってるこっちに回復してくるんで、回復阻害入れます。よしよしよし。なんで、回復のクールタイムも、確認しつつ立ち回った方がいいと思います。フェニックス打っちゃおうかな。乱気流の方がいいかな。ここ乱気流の方が良さそうですね。乱気流にします。ちょっと、バレッタの体力的に乱気流にしました。挑発、アルタに入れていきます。これ、フェニックス。攻撃デバフ、スタン狙いですね。おお、強烈。ようやく5体揃いました。
挑発入れる、攻撃デバフ入れる、速度デバフ入れる。絶望スタンが決まってると結構楽なんですけどね。まあこれでもうクリアいけましたね。まあこうなったらあとは、回復阻害入れつつ、まあオートでいいと思います。ちょっと回復阻害だけ入れてオートにします。回復すかさないと。回復阻害だけ入れてって言ったけど、回復しねえは体力減ってないから。まあ、とりあえず、これで、まあ、あとは音で削っていってくれればクリアできますんで、もういいかな。もういいっすね、多分。ということで、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。そうだ、今週土曜日2月18日、その攻略サイトの方の、チャンネルで、生放送を行います。15時から17時でゲストとして、聖徳さんとサマドルの花湯ちゃん呼んでおります。番組内容的には、花湯ちゃんのお庭大改造っていうのがまず一つで、二つ目が、僕と聖徳さんの皆様、視聴者の皆様のお庭訪問が一つで、もう一つが、プレゼント企画ということで、日本にまだ日本でまだ販売してない、エンジェルモンのぬいぐるみを花代ちゃんの、チェキ付き、チェキとサイン付きをで、プレゼントしたいと思いますので、よろしければご視聴よろしくお願いします。はい、長くなりそうなんで、これで終わりたいと思います。まだ途中ですけど、まあいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。